第75話集客方法 75th story How to attracting customers。 あの野郎、人の歌っているところ勝手にレコーディングしてマスクつけて歌っているふりをしているぞ。そして前座の1曲目が終わり、ヤッツさんはナッツさんに気づき、そばに近づいていった。おお、ナッツさん、大盛況だったわ。声が私の声じゃないか。前座なもんでよ。私の美声でやって、メインのジャニーズよりも目立ってはいけないと思ったわけよ。それは置いておいて。なんであんなに人だかりができているんだ。一枚一両の高額チケットだぞ。いや、彼らはチケットも買わずにただ集まっているから、これから徴収しないといけねえ。はい、皆さん、チケット一枚一両だからね。はい、そこの小さい子も一両だからね。集まっていた観客はさーっと去っていく。ねえ、あんた、あたいも帰るよ。待て待て、銀杏の実なんて殻を剥がせば全然銀色じゃねえや。この前座では金色の銀杏の葉一枚を一両として考えるからよ。金色の銀杏の葉を持っているかい。偽物でも観客がいなくなるといけねえ。皆様こんばんは、アデンケイでございます。まずは第41話キンパオリジナル落語世界初公開の後半部分をご視聴いただいた。おっと、前後逆であった。撮り直しだ。なっつぁん風に言えば、銀杏を焼いて一杯やりてえ季節がそろそろやってくる。お酒を一杯飲みたいのかたくさん飲みたいのか解釈は分かれるだろう。ただし、なっつぁんのような話し方をする方から一杯付き合ってくれと言われたとすれば、いっぱい付き合うことになると予測される。ナッツァンはなぜ銀杏の実ではなくてイチョウの葉を欲しがったのだろうか。きっと銀杏の実では食すという実用面が出てきて、彼自身が食すことでなくなってしまうからだろう。金銭的な扱いでは交換価値以外の付随的な効用がない方が良い。交換価値。ナッツァンはきっと金色の葉をステージの下に巻き、さらなる集客を目指すことだろう。イチョウの木がない場所にたくさんの金色のイチョウの葉を作ったのは客だったと考察できる。集まる客に持ってくる客。同じ客なら持ってこな損損。今回は先物として本時期に輝くイチョウの葉の映像をご紹介しよう。令和4年の映像であるので、令和5年のイチョウの葉はこれから本時期に変化していく。経済の世界では希少価値というものが話題に上ることがある。需要を上回る供給がなければ価値が高くなるとされる。これだけたくさんの金色に輝くイチョウの葉を一目見ようとイチョウの名所に多くの方々が訪れる。訪れる場所は東京大学の本郷キャンパスかもしれないし、三景園かもしれないし、川崎大師かもしれない。裏を見せ表を見せて散るもみじ、これは良寛の作とされる。金色のイチョウを踏みしめ舞い踊る。
なっさんには私からこの作を贈答しよう。ではまた。Hello world, I'm Aden K. We will see ginkgo trees in Japan in the end of November. We could visit Tokyo University Hongo Campus or Sankeien or Kawasaki Daishi, etc. to see ginkgo trees. 金色の胃腸踏みしめ舞い踊る。You could leave your country to dance on gold ginkgo in Japan. See you.